ローズマリーの、爪のようなこの部分だけをここに瓶に入れてみました。それとニンニクがもうずっと冷蔵庫に入ったままで干からびちゃって、もう全然ちっちゃくなっちゃって、もう捨ててもいい、もう食べられないようなくらいのニンニクしか残ってないけれども、でもこれを使います。もったいないからニンニクがこれしかないのでこれ入れます。これもともとは青森のニンニクかな、いいニンニクだったんだけど、ほとんど食べてないから、ほとんど乾燥しちゃって中身がもうこんなの、あれかも、でもこれ入れちゃう、味がすればいいってことで、こういうのこのまま入れます。全然こっちの方は余計に、乾燥しちゃってカビが生えてるからね。中身がちょっと、中心のこの部分だけ残ってたっていう感じですね。今日も乾燥しちゃってもうダメかも、もったいないけど、ほとんどニンニクを使わない、ニンニクを使ってなんか食べたりしなかったから入れときます。それで塩は適当に、今日はたくさん入れます。それでオリーブオイルを入れるだけ。これでおしまいです。これでただつけて、あのエキスが出てきたらパンに塗ったり料理に使ったりするのみです。簡単な、勝手に考えたあれだけど、でも別に、はい、普通に食べられてるし、あのよいしょ、はい、これは以前に作った1年ぐらい前の同じような作りで、塩があれだけど、これはニンニクとローズマリーとミックスペッパー、ミックスペッパーが入ってた。ミックスペッパーを入れたらいいよね。ミックスペッパー入れよう、ミックスペッパー入れよう。ごめんね、さっちゃん。ペッパー入れます。ミックスペッパーも私は冷凍にしとくんですけど、こういう
21年の 7月になってるけど、でも冷凍してれば別に使えます。私はまあ平気で使ってます。これこうして入れます。こうやって入れて、これで混ぜとく。そしてそしたら味が余計にちょっと引き締まって美味しくなります。塩加減とかオイルの量とか中に入れるものは適当。これが新しく作った方で、こっちが1年前残り、こっちの方が美味しくなってます。以上でした。